犬の嗅覚は人間より強いわけではないんです。犬の嗅覚は優れているとよく言われますが、おそらくそう考えられているのは19世紀の研究者が人間の嗅覚を貧弱だとしたためでしょう。この説を立証する感覚の検査がされたことはないのですが、現在でも多くの人が信じているんです。実際は動物の種類によって識別できる匂いが異なるんだそうですよ。とある実験が行われました。それは人間が匂いを探るというもので、研究者はチョコレートの匂いがつけられた糸をジグザグに置き、被験者は他の感覚を使わないために目には目隠し、耳には耳当てをつけられ、手には厚い手袋、膝には膝当てがつけられました。結果は犬ほど鋭い嗅覚があるわけではなかったようですが、人間は匂いをたどることができ、練習をすれば格段に能力が上がると結論付けられました。興味深いことに、人間は例えば果物や花など特定の匂いに犬よりも敏感だったんです。犬の進化の過程でこのような部類の匂いに敏感になる必要はなかったですからね。テレビの画面のせいで視力が悪くなることはありません。少なくともテレビの画面を見ることで目が深刻な害を受けるという実験結果はありません。スマホやパソコンの画面も同じです。これらのものを見ることで眼精疲労が起こることはありますが、多くの場合しっかり休憩することで楽になります。ですがテレビやスマホの画面を長時間見すぎることにより生活の他の部分で悪影響が出ないというわけではありません。例えば集中力が落ちたり、人付き合いがなくなったり、他にもたくさんの影響が出ます。生物の先生は有性遺伝子による能力だということがよくありますが、舌をぐるりと回せるのは実は遺伝的な形質ではありません。ある実験では33組の双子のうち7組の双子に当てはまりませんでした。一卵性ソーセージは同じ遺伝子を持っているので共通して特徴を持っているはずです。ですが実際はそうではなかったので、舌を回せる能力は遺伝が決定要素ではない可能性が高いということになります。60年以上も前に誤りが証明されたにもかかわらず、この通念は今でも存在しています。濡れた髪で外出すると風邪をひくというのも間違った通念です。風邪をひくのは体内にウイルスが入るからです。それに髪が濡れているからといって周囲のいろいろな細菌を呼び込みやすくなるということはありません。人がこの通念を信じる理由は主に親からそう言われたから、または外に出ることで一般的に細菌にさらされやすくなって風邪をひくことを濡れた髪で外出することと関連づけるからです。二重関節がある人は実際はいません。体のある部分がとても柔らかくて、例えば肘で顎を触れたり指を後ろ側に曲げられたりする人もいます。そういう人のことを腸つがいが普通より多くあるのが原因で二重関節だと言ったりします。でもそれは本当ではありません。関節は一つなのですが、骨の先の形が変わっていたり、接続組織がとても柔らかかったりするのです。盲腸は役に立たない入れ薄管で意味がないと思われることが多いのですが、実は役目があるようです。盲腸は有益ないい細菌がたまるところのようなのです。体が特定の病気や問題と戦っているときに助けとなる細菌を貯めています。人生の早い時期では盲腸はある種の抗体とともに血液細胞の形成プロセスを助けています。胃ってどこにあるか知っていますか？簡単だって思いますよね。ですが多分間違っていますよ。胃はおへその後ろあたりにあると思う人が多いですが、実際はお腹のもっと高い位置、他の消化器官の上にあります。その場所が分かる方法があります。あばら骨の下の方が真ん中で近づくところを探してください。そしてそこから指3本分ぐらい下に、そして3本分左に行きます。そこが胃の大体真ん中です。下には特定の味を感じる場所はありません。下の地図が登場したのは20世紀初頭で、おそらく人間の口の中のそれぞれの部分で味の印象がどの程度強く残るかには微小な差が出るとされたためです。この研究で舌のそれぞれの部分が違った味を感じるという間違った認識が出来上がりました。実際は全ての種類の味覚芽が舌の全体に広がっています。そしてそれらが味を感じるのです。甘さ、塩辛さ、苦さ、酸っぱさに加えて現在認められている味の種類、旨味もそうです。
人間は脳の 10% しか使っていないというのは本当ではありません。睡眠中でさえそれよりずっと多く使っています。このことについて研究がされているのですが、そのうち採用された手法の一つは、被験者がいろいろなタスクをこなしている時の脳の活動を測定するというものでした。結果はほとんどの時脳のほとんどを使っているというものでした。正確な割合は人によって違いがあり、何をしているかによります。それに脳細胞は何十億個もありますので、一つ一つを観察するのは不可能です。ですので、どの時点であっても何個が活動しているか正確に知ることはできないのです。睡眠中でも、例えば脳の高度な思考を司る前頭葉や周囲の環境を感じ取る部分は働いています。人間の感覚は聴覚、味覚、触覚、視覚、嗅覚の5つだけではありません。5つだという考え方は、有名なギリシャの哲学家のアリストテレスが、視覚は目、味覚は舌というように、全ての感覚には感覚器官があるとしたことに由来します。ですがそれは何千年も昔のことで、この説には前庭器官が欠けています。前庭器官は内耳にある器官で、平衡感覚を司っています。全ての感覚に感覚器官が必要なわけではなくて、それぞれの感覚受容器があればいいのです。例えば肌だけでも温度、触覚、痛み、固有受容の4つの受容体があります。固有受容とは体の意識、つまり体の後ろで腕を動かしても腕がそこにあると感じることです。タコはこれを感じません。人間には5種類ではなく33種類の感覚があるというのが真実に近いのです。その中には平衡や温度、喉の渇きなど生存のために欠かせない多くの感覚があります。時々指をポキポキ鳴らすのが好きだという人、心配することはありませんよ。それで指の関節を痛める可能性が上がるという考え方は、長年指関節にコンスタントに圧力をかけ続けると実際問題となるということに端を発しています。ポキッという気持ちいい音が鳴るのは、おそらく関節を円滑に動かしている液体の中の泡が弾けるからだろうと考えられています。たくさん食事をした後に泳いでも腹痛が起こることはありません。お腹が痛くなると思われているのは、たくさん食べると胃の血流が増えると考えられているからです。そうすると筋肉に血液がいかなくなり、泳ぐと痛みが出るというのです。ですが本当はたくさん食べた直後に泳ぐのはおそらく快適ではないでしょうが、どうしても泳ぎたいのなら行っても大丈夫です。実際水泳の前には炭水化物を多く含むものを少量食べておくことが推奨されているんですよ。そうするとエネルギーが出やすくなるんです。体の毛を剃っても濃い色の毛が多く生えてくる心配はありませんよ。これも誤解なんです。色の濃さ、伸びる速さが違うと感じるかもしれませんが、それは毛を剃ると毛包が尖った状態でなくなり、前よりも毛が濃く硬くなったような気がするからです。ですがそれはただの感じ方です。毛が伸びてくると前と同じ状態になるとわかるはずです。体の熱は他の部分に比べて頭から多く失われるというのも間違いです。そのように感じるのは頭と胸、顔は温度の変化により敏感だからです。実際は帽子をかぶらないで外に出ても、ズボンを履かないで出ても同じように寒さを感じます。頭から熱が奪われているように感じるのは、頭は何もつけずに外出することが多い部分だからでしょう。無遊病の人を起こしても深刻な悪影響があるわけではないので大丈夫です。驚かせると方向感覚を失い、混乱する反応を見せることもあります。でも無遊病者が起き上がって料理や運転など寝ながらするべきでないことをするより、起こしてあげる方がいい場合もあります。ベッドの方に誘導する方法もあります。